はい、どうもこんにちは。今日はですね、最近購入して良かったなというアイテムということで GU のリアルレザースニーカーを紹介しようと思います。これですね。結構ファッション系の YouTuber の方とかが、おすすめしてたので、まずこっちの白を買って、こっちは1ヶ月ぐらい履いたのでもう結構汚いんですけど、結構良かったのでまた黒も買いました。こっちは新品なので、こっちの黒の方を使って紹介していこうと思います。はい、じゃあまずは、スペックこっちに載せておきますね。3990円でこの本革のシンプルなスニーカーが買えるっていうのが一番のポイントで、 GU らしいんですけども、見た目はこんな感じで真っ黒で、ロゴとかも何もないめちゃくちゃシンプルなスニーカーです。 GU のサイトの画像だとなんかボテッとした印象なんですけども、実物見た方が細身で高級感があります。で、革の質感に関しては正直よくわかんないんですけど、安っぽい感じとかはしないですね。これを履いてる人をパッと見て GU のレザースニーカーだって気づける人はいないんじゃないかなっていうふうに思います。気づいても GU に詳しい人とか、僕みたいに同じ靴を履いている人っていう、このスニーカー単体で見ると3990円っていう価格を考えたら大体の人が満足するんじゃないかなっていうふうに思いますね。履き心地に関してはそんなに悪くもなくっていった感じですね。クッション性の高いインソールが、これ外せないんですけど、インソールがついているので、履き心地はそこまでは悪くないし、長時間履いていても足が痛くなったりすることもないかなっていうふうに思います。以前動画にしたコンバースのオールスタークップっていう、これなんですけど、同じようなシンプルなレザーのスニーカーがあるんですけど、この GU のレザースニーカーとオールスタークップって値段も4倍ぐらい違うので、それとこういうふうに例えば並べて比べたりすると、全然違うと思います。革の質感とか細部の作り込みとかもそうだし、このオールスタークップに比べると GU の方はこの履き口っていうんですかね、幅も広いんですよね。ただこれは値段も含めて誰にでも履けるように作っているっていうことが理由なので、仕方ない点だと思います。あと結構この GU のレザースニーカーは、軽いんですよね。なので汚れとか傷とか気にしないでガツガツ履けて、かつシンプルでどんなスタイルでも合わせやすいレザースニーカーが一足欲しいっていう人には結構おすすめできるスニーカーなんじゃないかなっていうふうに思います。一つだけ気になった点というか気をつけるべきポイントを挙げると、このスニーカーのサイズ展開が1センチ刻みのことですね。サイズ展開も25から26、27、28の4サイズしかないんですよね。靴って同じ25センチでもメーカーによってサイズ感がかなり違ったりするんで、試着した方がいいと思います。僕も最初に買ったこの白が25センチで、かなりキツキツで最初履いてると足が痛かったんですけど、今は多少伸びてきたんでマシになったんですけど、なので今回買った黒は26センチにしたんで、サイズ選びに関してはそういった注意が必要かなっていうふうに思います。あとは個人的にはこの黒よりも、白の方が、なんとなくですけど高見えするような気がしますね。汚れやすいっていうのもあるんですけども、白の方が個人的にはおすすめかなというふうに思います。
はい、ということで GU のリアルレザースニーカーの紹介動画でした。まあ、GU はね、このスニーカーもそうなんですけど、スウェットが結構好きですね。レディースなんですけど、オーバーサイズスウェットプローパーっていうスウェットが毎年出てて、これなんですけど、これが結構好きで、毎年何色か買っちゃうんで、そっちもおすすめです。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。